第5 5型水雷艇は、日本海軍の三等水雷艇、同型艇10隻、ノルマン型、1896年度6隻、翌1897年度で4隻が計画された。第15号型水雷艇の発展型で、主要寸法は同じだが、艦首の魚雷発射艦を廃止し完備に旋回し連装発射艦を装備した。これにより、 艦首の波浪の影響を受けずに魚雷を発射することが可能となった。本艇はノルマン型と呼ばれた。小型の艦型であったが、日露戦争では、旅順攻略戦での紹介や封鎖作戦に参加。第53号は、戦艦セバストーポリの攻撃のため1904年12月14日に、旅順に向かいそのまま、消息不明。ロシア側の情報では機雷により沈没した模様。 また対戦中に第51号も戦没している。残る8隻は1912年から1915年に除籍となった。建造は横須賀イコール横須賀海軍造船賞、クレイコールクレ海軍造船賞。数値は世界の艦船による。フィートインチの数値は日本駆逐艦物語による。メートルに換算すると34.0106メートル。 日本駆逐艦物語によると兵装は4.7センチメートル砲2門、36センチメートル、単装魚雷発射艦2機2門。ありがとうございます。